ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーターオブマッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さあ、いよいよこのメンバーで戦うことができるのもラスト1試合となりました。今日は今シーズンで現役引退を表明している竹本範之選手ロングインタビューです。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム、今日はもう私心を込めてインタビューさせていただきたいと思います。この方の登場です。自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC20 番竹本範之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹さんとのインタビューがこれで最後になると思うと、はい、本当になんかちょっと寂しいです。いやいやいや、そんなことない。とっても寂しいですが、今日は本当いろいろ最後なんで聞かせてもらっていいですか？はい、はい、OK です。はい、じゃあ早速ですが、現役引退を発表されて、はい、あと残り1試合となりました、はい、まあ本当引退といえこの残り1試合あるので、おそらく竹本選手のことなので、はい、もうそれ終わるまではっていうところはあると思うんですが、今率直な、うん、お気持ちって今どんなお気持ちですか？いやもういつもと変わらず、週末の試合を、チーム一丸となって勝ちに行く、もうそれだけですね。なんか特別な思いとか、うん、本当はきっとあるんでしょうけど、でもまずは最後の最後までっていうところですか？それももちろんです。もう、うん、それがね、もうできへんかったらもうね、何ももうできないと思うんで、まずはそこしっかりこう勝ちに行くっていうのはもう、はい、絶対。まあ僕だけじゃないと思いますし、他の選手ももちろんそう思ってる。はい、そこはもう変わらず、やりたいなと思って。なんか、本当に竹本選手って、そういう人だなって思ってて、プロ中のプロというか、なんか。いやいや、それは別にもう僕だけじゃなくて、うん、鹿児島ユナイテッドの、選手はもう、ほんまにこう、まあ全員全員、やっぱそこにはやっぱ、ね、しっかりこう、こだわってやってる選手は、まあ全員やと思いますけど。ああ、この間の試合、ホーム最終戦で引退セレモニーがありましたが、どんなお気持ちでしたか？はい、そうですね、まあやっぱり、まずは試合ね、ああいう試合をしてしまって、負けたっていうので、もっとできたんちゃうかな、っていうところと、まあ、もっちゃせなあかんなっていうところと、まずまあ、そこをしたね。なんか、けどまあ、ほんまに、試合始まる前からね、すごい、雰囲気作ってくれて、まあ、ほんま、なんやろ。もう絶対にこう、手を抜くじゃないですけど、こう、しっかりチームとして戦わなあかんなっていうような、ほんまにこう最高の雰囲気作ってくれた中での試合やったんで、まあそこでやれる選手っていうのはほんまにこう幸せやなと思ってやらなあかんなと改めて思いましたし、まあしっかりこう試合をしっかり勝てるっていうところがまた一つのね、このチームの課題なのかなというふうに感じた試合でしたね。なんかおそらくですけど、選手の皆さん、竹本選手の引退セレモニー絶対勝って終わりたかったのにっていう、これかなりね大きな後悔が今後のなんかユナイテッドのいいこうなんていうのかな、あの時勝てなかった悔しいっていうのがいいこう未来につながっていくといいなって思って。もちろんまあそれがね、うん、そうなっていけばもう全然言うことなしですし、まあもう過ぎたことなんでね、過ぎたことというか、うん、まあ切り替えてというかね、もう次のやっぱホームでっていう風になっていけばいいと思うんで。まあけど、あの中でやっぱできたっていうのはほんまにやっぱ幸せでしたね。あんだけやっぱ、ファンサポーターの方々がこう入ってくれて、っていう中ではほんまにこう、プロサッカー選手になって一つの喜びの一つかな。喜びの一つなんで、やっぱ大勢の、お客さんの前でやるっていうのは、まあ、こう、最後、スタジアムでこうサッカーできたなっていうふうに思いましたね。鹿児島の場所を選んでこうして
来てくれてありがとうって多分サポーターの皆さん思ってると思います。このサポーね、鹿児島で引退セレモニーをサケさんがしてくれるなんてね、なかなかないですからね。うん、してもらってびっくりしました、いろいろですか。あ、だってサプライズいっぱいあって、なんかセレッソ時代の仲もたくさんね来てくれましたね。そうですね、はい。全然知らなかったんですか。まあ何人かはちらっと聞いたりはしてたんですけど、はい、何人か全然知らなかったですね。あ、そうですか。はい、どうでした、嬉しかったですか。そうですね、もうだから、まあ、その前の日試合とかやってたねえ、はい、その中でね、やっぱこうやって来てくれてるのもありがたかったですね、うん、愛されてるなって思いました。いやいや、よう飲みに連れて行ってましたからね。あ、そうなんですね。それはまあプロやるなと思ってます。あー、そうなんだ。もうやっぱり昔から兄貴的存在なんだな。いや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 、うん、まあ僕らもね、僕らっていうか僕もやっぱ先輩にね、そうやって可愛がってもらった部分もありますし、いろいろ飲みに連れてもらったりとかね、うん、教えてもらうっていう、今はこう使ってないから、ノミニケーションみたいなね、昔はね、うん、めちゃくちゃあった中でありましたよね。まあ僕もまあまあ当然ね、後輩とかにはこうそうしてあげ、うん、あげたいというか、そうするべきやと思ったんでやってたんですけど、まあ、そっか、まあ、ありがたかったですね、嬉しかったですね。そうですね、なんか、はい、そのまあ後輩たちに慕われてるっていう一つが、私今週の練習場で見た風景で、竹本選手が中村選手、三宅選手の肩をこう組んでずっと話をしているシーンを見かけたんですが、あれはどんな思いで話しかけたんですか。まあね、この時期っていうのはまあいろいろサッカーやってて、プロサッカー選手としてやっぱデリケートの時期やし、うんうん、まあ難しい時期やと思う。はい。そういった中でもまあ、まあカイトにしろ、まあケントにしろね、うん、まあ満了とか、っていうのは、まあ、普通にあることで、こうやってれば、そんなことはもう普通に起こることなんで、うん、やっぱここで切り替えれるか切り替えられんか、っていうのとまあ、絶対大丈夫やからっていうのはまあ、まあ、一緒に練習やってて、あいつらが成長した部分ももちろん、ピッチレベルで、まあ、見てきたし感じてれたんで、まあ、そういったことをこう、まあ、伝えるじゃないですけど、うん、あ、まあ、そういう話はちらっとしましたけど、うん、まあね、まあ、辛いですけど、うん、まあ、プロサッカーで生きてる以上、やっぱ、契約だったりっていうのは、やっぱ自分で勝ち取るもんやと思うんで、ほんまにこう、逆にね、飛躍するチャンスやと思って、うん、まあ、まだまだこう、サッカー楽しんで、続けていってほしいなというのは思います。きっと一生忘れない言葉だったんじゃないかなって思いますよ。とってもその姿が私は、あ、竹本選手らしいなというか、そんな風に見てました。飲みに連れていかなかったね、落ち着いたらね。どうですか、19年という、まあ、長い間現役生活頑張ってこられましたけど、印象に残ってる試合って何かありますか。2005年の長いで優勝を逃した試合、うん、福岡、うん、最終節アウェイ、なんかそう嬉しかったっていうよりは結構悔しかったっていう方が結構自分は覚えてるタイプなんで、結構鮮明にその時の気持ちまでこう覚えてたりしますね。まあ、もちろんね、嬉しかったり、もうそんなのめちゃくちゃあるんですけど、うん、なんかこうパッと聞かれると、やっぱ悔しい思い出の方が、クッてこう、素早く来てまう。かな。ああ。すごい不思議だな。ハットトリックの試合とかが出てくるのかと思ってました。いや、もう全然。それがやっぱね、まあタイプ別によると思いますけどね。うんうんうん、なんかね、覚えてる、割と悔しい方が覚えてるかな。へえ。ああ。いや、なんかこの最後のインタビューにして、サケさんの新しい一面知ってしまいました。引きずるタイプなのかな。
意外とね。シャケさんは初めてかと思いますが、いきます、激走クエスチョン、よいしょありがとうございます。ですね、今から1分間私からシャケさんに質問をパスし続けるので、ワンタッチでアグレッシブに答えを返してもらっていいですか？得意ですよ、ワンタッチプレイ。ですよね、ですよね、得意ですよね。では、いきます。レッツ、はい、ハードワーク。はいよ。ニックネームを教えてください。シャケ。ストロングポイントは？左足。え？酒本選手の座右の銘は？遊び心。鹿児島で一番好きな場所は？天文館。無人島に二人で行くとしたら、チームで誰ですか？大西。じゃあ、サポーターネーム、キミさんからの質問です。娘さんたち、みんな、シャケさんにだと思ったんですが、はい、一番似てると思うのは何番目の娘さんですか？自分では長女。へぇ、長女さん。サポーターネーム、マリサさんからの質問です。酒本選手の後継者は育ちましたか？後継者は、いや、後継者どころかもう全員追い抜いていくんで、後継者っていうの一人はないですね。サポーターネーム、マイメロディーさんからの質問。酒本選手のこれからの夢を教えてください。セレモニーで言ったように、やっぱ鹿児島エライト氏がね、もっともっとカテゴリー上げてタイトル取れるっていうのも、まあ、夢になりましたし、まあ、もちろんセレッソ大阪もね、ACL だったり J1 制覇っていうところはまだタイトル取れてないんで、うんうん、っていうのはやっぱこう、なんとか取ってほしいなっていうのと、まあそこに自分がね、何かしらの形で関われるんやったらね、そんな嬉しいことはないなっていうふうに思ってます。鹿児島ユナイテッド FC の一番の魅力はズバリ？仲の良さですって田上が言ってたのを、まず教えてもらったので。はい。それでいきますか？はい。はい。では最後です。サポーターに一言お願いします。感謝します。ありがとうございました。はい。以上になります。そうですか。ストロングポイント、はい、左足？はい、左足。左足っていうのは、はい。俺はもうものすごい重要だと思ってて、はい。右足でボールを触るために左足がアホほど頑張ってくれてるんですよ、あれ。なるほど。はい。キック一つにしても、うん、ドリブル一つにしても、でも結構ね、蹴る足より軸足の足の方が、なんか足首悪い選手とか多いぐらい。へぇー。なんか俺左足全然怪我してないんですよ。すごい。だから割と、ね、ストロングポイントやって言っても、そのネタじゃなくて、本当に強いかもしれない。うん、なるほど。そういうこと、いい話でしたね。そう。あとね、サポーターさんからもたくさんメッセージいただいていて、じゃあ代表でマリサさんからなんですけど、酒本選手、長い間現役生活お疲れ様でした。3年という期間でしたが、間違いなく鹿児島でもレジェンドな選手でした。鹿児島でプレーしていただき、本当にありがとうございましたというメッセージも届いてます。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。最高でした。鹿児島、どうでしたか？鹿児島、好きになってくれました？いや、もう大好きな人、もう、もう結構まあ、引退決まってからとか、いろんなこう、ね、こう取材ありがたいことにしてもらってるんですけど。はい。ほんまもうずっと言ってます。最高でした、ほんまに。来てよかったです。ほんまもうそれしか言ってないんで。うん、でも、もちろんこのメディアの皆さん向けに言ってるわけじゃなくて、うん、チームメイトにももちろん言ってるし、何やだ、親だったり、家族だったり、うん、ほんまに言ってよかった俺っていうふうにもう心から言ってるから、もうほんまにこう、ね、もちろん悔いはありますけど、うん、それはまあもちろんある中でやっぱ来てよかったし、体育は楽しかったなっていうのが、はい、ありますね。またちょくちょく帰ってきてくださいね。あ、もちろんさ、はい、田上応援リーダーになんか YouTube のあれで呼んでもらったらね。ねえ、はい、そういう形で帰ってきてくれたら嬉しいです、また。はい、いよいよ次節が今季最終戦、アウェーでの最終節となります。はい、12月の5日日曜日、カターレ富山なんですが、14時キックオフ、もう最終戦ですので、これはズバリどんな試合をしたいですか？富山に勝つために、この1週間練習しますし、富山に勝つためにチームとして分析だったり、スカウティングもしているんで、富山に勝つためにはもうチーム一丸となって
この前の長野戦のできたことできなことをしっかり整理して臨まなければいけないなっていうふうに思いますし、まあ昇格もね、何もない中で、まあ位置づけとしてはもしかしたら難しいかもしれへんけど、でもやっぱここでやっぱしっかりこうサッカーと向き合わへんとか、しっかりこう試合だったり練習をできへんかったら、この先のサッカー人生もないと思いますし、サッカーが終わってその後人生も何もできへんと思うんで、まあしっかりこう戦って、チーム一丸となってこうしっかり勝って終わるっていう、はい、もうそれだけですね。まあ、それがね、サポーターの皆さんの、まあ、来季への期待だったり、やっぱ応援してよかったなっていうチームに、になると思うんで、まあ、しっかり勝利を目指して、チーム一丸となって戦う。まあ、それに尽きると思います。最後は、サケさんが笑って終われるような最後になるといいなって思ってます。はい。うん、頑張ります。鹿児島の選手として、いい形で終われるといいですね。はい、そうなるように頑張ります。最後の最後になってしまいますが、サポーターの皆さん、ラジオ聴きの皆さんに、はい、竹本選手からメッセージをお願いします。3年間、本当にこう、お世話になりました。まあ、いい時、悪い時、まあ、悪い時の方が多かったと思いますけども、まあ、結果がついてこないっていう中でも、やっぱりホームだったり、アウェーだったりの、ファンサポーターの皆さんのやっぱ応援がね、チームに、元気だったり勇気を与えてくれたので、こんな心強い親方じゃなんていないと思うし、まあこう、まあ、セレモニーの時もいろいろやってもらって、こうも、感謝の気持ちいっぱいです。まあ、残り試合ですけども、またねチームの力になるような応援、まあ、これからも、はい、よろしくお願いします。本当に今日はお忙しい中、このスポーツプラスにご出演いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。チャケさん、本当に3年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで一緒に戦いましょう。イエイイエイじゃあチャケさんが最後に選んでくれた一曲ですが、これどんな思いで選んでくれましたか？俺最初に出演した時何を言ったっけなと思って、うんうんうん、俺もそれにしようと思ってそれを忘れたんですよなんだ、あ、ちょっと待って覚えてた？アンパンマンの歌、アンパンマンマーチしかなかった。あ、でもそうかもしれない、そうかもしれない、そうかもしれない。牛の浜拓さんです。ええか、覚えてたの？パンツのなんかで一緒に取材したときか、した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 、パンツの時あれか、あれ最初だっけ、二人で、そうだそうだ、あの勝負パンツの時だ。あ、けどなんかアンパンマンマーチいいな。アンパンマンマーチかも、それはちょっと覚えてる。あ、俺も覚えてる、それが結構覚えてるからそれにしていきましょうそれにしましょう、はい、じゃあなんか初期の時にこの曲を選んでくれたという思い出の一曲ですね。はい、はい、じゃあかっこよく曲紹介をお願いします。アンパンマンマーチお願いします。スポーツプラスに出演してくださった時、隣には牛の浜選手がいらっしゃって、で牛の浜選手がこの曲覚えててくださったんですよ。で最後みんなで、ああそれやそれやって言って、懐かしかったな。ツイッターでもね、キミさんから鮭さん鹿児島を愛してくれてありがとうといただいていたり、勝美さんからは本当に飾り気のない率直な人だよな鮭さん、ありがとうございますと
海人選手や健人選手にも気遣いをしてくださる、そんな酒本選手の優しさを最後の最後まで感じることができました。あと1試合、酒本選手のためにも笑って最後このメンバーでしっかり勝って終わりたいですね。今日のマッキーのロッカールームは酒本紀之選手のインタビューでした。